ブーフアムバルトは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのアンスバッハ郡に属す、町村でシリングスフィルスト行政共同体の一員。ブーフアムバルトは、フランケン平営自然公園内に位置する。北から時計回りにこの町は、公式には12の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ブーフアムバルトは、 1796年にホーンド道へ公領からプロイセンに譲渡され、プロイセンはこれを1792年に獲得していたアンスバッハ公領に編入した。旧アンスバッハ公領の一部として、ブーフアムバルトはパリ条約に基づく領土交換によりバイエルン領となった。バイエルン王国の行政改革の時代、1818 18年に現在の自治体が形成された。 ブーフアムバルトの長議会は、主張を含めて11議席からなる。縦型の基部は銀字に赤い下を出し、こちらを向いてゆったりと歩く黒い獅子。その上部は銀字と黒字の一末模様に四分割。左上は斜めに置かれた赤いブナの葉。右上は斜めに置かれた金の軸についた金のブナの実。左下は斜めに置かれた金のブナの葉。 右下は斜めに置かれた赤いブナの葉。ブーフアムバルトはロマンティックフランケン観光連盟に加盟している。ありがとうございます。